今回は、最後の最後で少年 A カッコマルコの情報を放り込んできたについて紹介していきます。それでは早速どうぞ。ここいる？最後の最後でこんな情報放り込まないでくれ。死んでたとしても今横とかそれ？ってなる。明記しとかないと続編に少年 A 出てこないんですけど、伏線は回収して、って勘違いするやつ出てくるし。正直触れない方がいい感じに想像できてよかったと思う。書かなかったらいつ出てくるんですか？とか聞かれるだろうし。風が原因で死亡したって部分必要かな？納得は全てに優先するぜ。若い抵抗力を支えられる環境が周りになかったが伺える。風なら納得。じゃあ何ですか？茶色は無駄死にだったってことですか？茶色自身のけじめの問題だし。釈放までは納得のために必要。その後は知ったことではない。茶色の結果がどうであってもこの子は放っておいても釈放されてたし風で死ぬ運命だった。何が何でもツェペリ家を無駄死にさせたい漆黒の意志。茶色の目的は全くの無駄だったけどジョニーと出会えたっていう点で良かったと思う。目的としては茶色の旅は無駄死もいいとこだけどジョニーに出会えたりした過程は大いなる意味があった。恩赦となり自由の身になったで終わってたらまた別のモヤモヤ感あると思う。恩赦で自由な身になったまでなら茶色の頑張りは無駄だったとはいえまあ良かったかなで終わる話じゃん。死ぬことが決まっていたとこれはなんか違うんじゃないかな。その後って言っても何年先かわからんし、そもそもいつ死んだのかは明記されてないからおじいちゃんぐらいになって風邪による肺炎で死んだのかもしれない。大人になったら抵抗力上がるからそうそう風邪では死なんだろう。つまり、本物の悪人と靴磨きしてただけのガキを何も考えず一律で大量に恩赦したんだろうと考えるとそれはそれでモヤモヤが残るな。だってジャイロ本人はリタイアしたのに目的達成してたらずるいだろ。無情感というかこれもネットに引っかかったテニスボールのうちの一つなんだろう。何もそんなついでみたいに殺さなくても。ってなる。死亡、OK。ラブトレインに巻き込まれて死んだおっさんかわいそう。全然笑うシーンじゃないのになんでこの画像ギャグっぽく見えるんだろう。恩赦、死亡、笑顔、の3点セットが一コマに揃うことで奇跡的にギャグとなる。この顔いる？この頃の顔とかなんかアイコンとか格ゲー風シュールで好き。この笑顔の顔アイコンがシュールすぎる。アイコンのせいで謎の面白さが出てるとこあると思う。書きたいことはわかるからセリフで済ませたのが悪い。全然台無しとは思わないけどコピペ生首はちょっとかわいそうかな。軽く書き下ろしてればかなり印象違うのでは。これだな。マイナスからゼロに戻る物語なのでプラスにはならない。この少年もマイナスからゼロになったのかな。運命は変えることができないけど過程であがくのが非常にいい。世界一巡してるからどうやっても運命の終わりは変わらないってことなんかな。そうなってたらそれこそ6部無駄じゃねえか。それじゃあジャイロの旅に意味などなかったのか？いやそんなことないねというのが黄金の精神。これはまあスタンドバイミーやりたかったんじゃねえかと思う。スタンドバイミーのエピローグみたいな哀愁感を出したかったのかな？とは思う。スタンドバイミーよろしく死ぬ時は死ぬよってやりたかっただけだと思う。スタンドバイミーのラストみたいなもんで淡々と事実書いてるからこそいい演出だと思う。ジャイロは不当逮捕から救いたいんであってこの少年の将来まで守ってやりたいわけではないし別に少年がすぐ死のうが関係ないでしょ。最終的には風邪で押し死ぬ運命でも牢屋から出てお天道様を仰げたっていう過程を踏んでその結末にたどり着いたなら割と幸福だろうしそこにジャイロのやったことの意義があるんじゃない。この少年が釈放されたことへのジャイロがレース頑張ったことによる因果関係は一切ないぞ。革命で王政廃止による恩赦だからジャイロ全く関係ないんだよな。むしろジャイロはこの少年の結末自体もそこまで重視してないんじゃないかな。助けるために全力を尽くしてそれでもなお助けられなかったのなら少年には悪いけど自分自身は納得してそう。結果じゃなく自分の行動に納得したかっただけだからな。結果だけが全てではないけど心情的に救われてて欲しかった。処刑で死ななければジャイロ的には納得できるんじゃないかな。ジャイロの目的は少年を救うことじゃなくて納得した上で家業を継ぐことなのと、その納得を得るための遠回りの中でジョニーと出会ったりしたので、結局少年が亡くなったから無駄だったって話ではなかったと思う。報われなくても本人が納得できることが大事ってテーマなんだから報われたらメッセージにならないんだよ。別に死んだなら死んだでいいけどこんな吹き出しナレーションだけで済まさないで欲しかった。せめて釈放される場面だけでもコマ割いてくれていいじゃん。釈放されてるコマが何コマか書かれてその中のモノローグで後に風邪で死亡ならよかった気がする。両方とも一つのモノローグで一気に済ますからギャグになってしまう。
せめてボールがこっちに落ちるよう祈ろうだしね。そんでちゃんとボールは願い通りの方に落ちたからいいんだ。そもそも人間はいずれ死ぬのだから、その死ぬまでの過程にあったことは全て意味がないのかって話でもある。それに対して子が死んでも意思の継承があるよねって部分と、過程を歩む中での精神性が大事って部分は全部通して一貫している気がする。別に少年がいい人生歩めるかとかは関係ないしね。罪人として裁かれるべきかどうかってのがジェイロの焦点だし、やっぱり死んだ情報はいらないんじゃないかな。一切語らないのも王政崩壊で恩赦されたとだけ語っても全部もやりそう。恩赦だから正確に言えば犯罪者が特別に解放された扱いで望んだ答えではないかもしれない。それでも多少はいい位置にボールは落ちたんだ。でも仮にジェイロが優勝したらテロリスト関係者が王の恩赦で解き放って結果になるし、それがテロリスト残党を蹴取らせて少年殺しに繋がりそうだなって思った。ジェイロは恩赦のためというか納得したかったから走ったのだから。まあ少年がハッピーエンドになって欲しかったとかは別の問題だというのはわかるが、納得のために頑張ったんであって、その後死ぬかどうかは大した問題じゃないというか、人間どいつも100年経ったら死ぬ、どう生きるか死ぬかは少年の人生だしな。マルコが死んだのはネットに弾かれたテニスボールだから仕方ないんだけど、最終ページでこんな風におざなりに言われたら後味の悪さが先に来ちゃうって。時として命がけで助けた子供が風邪で死ぬこともあるという無情さの表現だよ。この少年がどっちにしろ亡くなったことで、じゃあジェイロの行動は全部無駄だったのかって確信に迫る問いが自然と生まれるので、構成として優れてると思う。無情だからこそジェイロは何のために戦ったか、無駄だったのかって部分、改めて考える人が出るんで、これでいいと思う。心情的には生き延びて幸せになってほしかった。心情的には同意できるけれど、ジェイロは助けることだけを目的としていなかったから、幸せでなくとも悲しいだけの結末ではなかったと思う。非情かもだけど、この SBR の物語の最後の味を整えるのにハッピーじゃない方が選択されて苦味が残った。でも独量感的にこういうのはありだと思ってる。全部はうまくいかないんだ。無情だからこそジェイロは何のために戦ったか、無駄だったのか。ぶっちゃけそれもネットに弾かれたボールでしかない。インかアウトかは読者である君に委ねられたんやで。自分はその後恩赦され、年を重ねた後って解釈してるじゃないと悲しい。シトロハイムもあれだけの活躍しておきながらダブルダブル2で戦死だし、まあしょうがない。というかそもそも主人公すらこの後10年かそこらであの結末だしね。心情的には同意するけど、物語としてはジェイロと関係ないところで釈放されて、そして死んだ方が綺麗だと思う。ジョニーがマイナスをゼロにしただけなのに何かを得たようなラストであったように。まあ死神が諦めない黄金の石を持っていたってことで、救われそうな展開になろうがやり抜くという漆黒の石でしょ。おい、なんでマルコがこんな末路を迎えてる。ネットに弾かれたボールはどちらに落ちるか。まあもしもジェイロが生きてこの結末を聞いたとしても納得はできたと思う。かわいそうとかそういう理由で動いたわけじゃないし、この結末を見てなおジェイロならこの旅の結末にも納得するだろうと考えられるのは、ビターエンドではあるけど良い読後感を生んでいるな。